今日も西日本から東日本を中心に気温が上昇し、危険な暑さとなりました。引き続き、熱中症に警戒が必要です。午後4時までの最高気温は、兵庫県西脇市で観測史上最も高い39.2度、埼玉県鳩山町で38.4度、岡山県高橋市で38.3度と、各地で体温を超える暑さを観測しました。 東京都心でも猛暑日一歩手前まで気温が上がりました。都内ではこれまでに42人が熱中症の疑いで搬送されています。引き続き、こまめな水分水分の補給や冷房を適切に使用するなど熱中症に警戒が必要です。